いや寒いなと思ったんですけど、雪が降ってますね。今年初雪なんじゃないかなっていうぐらい、今日はですね、もう朝から寒い感じですよ。こんにちは、めいやです。今日はですね、福岡で珍しく今年初雪って感じで雪が降ってるんですけど、予報で雪っていうことは知ってたんですけどね、場合によってはもう朝から積もってるんじゃないかなとか思ってたんですけど、積もるほどまでは行ってないんですけど、もしかしたらですね、今日から明日にかけて雪が積もるんじゃないかなって思ってですね、そうなったらいけないんで、ちょっと食料を買いだめしておこうかなっていう、そんな感じですよ。今回ですね、ちょっと動画のストックがないんで、適当な動画ってことでですね、撮影してる感じなんですけど、そうですね、もうこの寒いとですね、外に出たくないんですよ。で、その外に出たくないっていうのはですね、人だけじゃなくて、猫なんかもそうなんでしょうけど、ちょっと映しましょうか。この自分のベッドの上にですね、このツチノコちゃんが寝てるんですよ。おい、ツチノコちゃん、お前真ん中、噛みつく。きなこですね。もうずーっと寝てますよ、今日は。この場所に寝られるとですね、足が伸ばせないんですよね。で、こう、パソコンがありまして、こっちに行くとですね、ミースケですよ。このミースケも、ミースケここ定位置なんですよね。だいたいこの台の下に入ってるんでですね、ちょっと今日は、きなこがいるんで、ちょっとこっちにはみ出てますけど、こうやってダブルで猫が寝てるからですね、ちょっと自分がこのベッドに寝れないっていうのがあるんですよ。端の方に追いやられてしまってますね。こっちもツチノコみたいになってますけどね。というわけでですね、今回は、特に内容があるような動画ではなかったんですけど、ちょっと雪が降ったってことでですね、撮影してみた感じです。またですね、次回は、もう少しですね、ちょっとコロナの影響なんかもあってですね、ちょっと外での撮影を控えてる感じなんで、もう少しですね、コロナが落ち着いてくれたらですね、外撮影なんかもやりたいなと思ってるんで、またその時ですね、動画を上げるようなことがあったら、また見てもらえたらありがたいです。それではまた。